か。いいですか。なんだこんな綺麗な。お長台でいただきましょう。そうです。この人が長いんで。料理めっちゃ美味しいですよ。やっぱあの奄美っていう島からあの出てきた福岡にない斬新な料理がいっぱい多いですね。南洋金目って奄美ではこれのことを金目鯛って呼ぶんですけど。これも鹿児島から言ってるマハタというお魚です。めっちゃ美味しい。その雰囲気もいいし最高です。奄美の自分の生まれ育った郷土料理だったりとかお酒とかっていうのを、福岡の方たちに楽しんでもらいたいなっていうのがまず一番ですね。あちこち今日持って帰りますよ。持って帰ると、はい、OK、やろう、OK、あ、6キロ台それが26。これをしばんとして、あ、じゃあそれで、うん、カキ、抜いたカキってあります。1200円。あ、で、じゃあ2つもらって。はい。地元では赤松っていう、お長台でも伝えましょう。そうです。その人が長いんで。
家の近くにこういうお店があったらいいなっていうの、近くに住んでる方たちが気軽に来てもらえたらいいなって。福岡で魚でってなったら、まあ、結構どこにでもあるんで、その中でやっぱ奄美の郷土料理だったりとか焼酎を出して、まあ、自分の強みは何かってなったら、それしかないんでだと思う。本当僕があの理学療法士してた時も居酒屋に僕自身がすごい行くのが好きだったんで、奄美のものをいろいろ食べてもらったり飲んでもらったり。おはようございます。これで何個分です。結構大変なんですあの南洋キンメって奄美ではこれのことをキンメダイって呼ぶんですけど、南洋キンメって、南洋キンメ、これは
結構脂乗ってるかもしれない。
家の庭で採れたパパイヤを父親につけてもらったの。結構奄美にしか売ってないような焼酎もあるんで。やっぱ奄美でよく食べられるようなお魚とかっていうのをなるべく仕入れるようにはしてるんで、博多駅にだったらその当日で鹿児島から届くってことだったんで、取りに行ってっていうのが新鮮だし、
盛りで持ってます、うん、左側からですね、これが春菊のごま和えと右側にあるのがネギトロの手まり寿司ですね。焼酎一番品揃えが70から80あるのと、お魚のを美味しく提供するっていうのは自信があります。白子ポン酢でいい、はい、ちょっと多めにつけてます、はい、了解です。いらっしゃいませ。
お願いします。あるだけです。こちらがさつま、ママエビとこちら、きみだこ、これが鹿児島カレーのソデイカ、こちらが鹿児島で三大高級魚のうちの一つに入る赤マスターのお魚と生本マグロ、ウニマスとマガツオ、皮目が入っております。とサワラの炙りと一番最後、これも鹿児島から入れているマハタというお魚です。ありがとうございます。美味しそう。甘っ。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。まさか生となかなかそうだね。下味ついてるけど、お塩もつけてるので、追加でお塩つけるか、大根おろし、お醤油をかけて大根おろし。何が美味しかったですか？やっぱりお刺身と、ポテサラ、和風ポテトサラダが美味しいです。もう皆さん、気さくだし、なんかこう、なんて言うんだろう、フレンドリーな感じで、こう何でも話してくれるから、楽しいです。料理めっちゃ美味しいですよ。やっぱ奄美っていう特殊っていうよりもその離島から出てきた人なんで、福岡にない斬新な料理がいっぱい多いですね。あと、ケンタの父ちゃんが作ってるパパイヤ、これめちゃくちゃ美味しいです。炭酸サワーを2つお持ちしました。はい。ありがとうございます。うわぁ。どうぞ。
ございました。お願いします。パパイヤ漬けで冷麺ください。3つに分けてます。これね、レンタルの実家のお父さんが作ったパパイヤの。パパイヤ、もうでも、ね、これめっちゃパパイヤとかあんま食べることないやん。食べることないんじゃない。めっちゃうまいよマジで。最高。せっかくなんで失礼でちょっとやります。内容金目。こちら内容金目。うん。ウィンもついてる。はい。了解です。お願いします。
お刺身に合うような焼酎のロックでお出しします。お願いした。よく有名な村尾っていう焼酎がありまして、その村尾酒造さんが作ってる焼酎、お湯割りとかにしたらより芋の香りが強いんですけど、ロックでもしっかり芋の香りがあって、なおかつちょっとすっきりみにも飲める。鶏肝とうずらの旨煮です。お願いします。テーブルサーバーさん、自宅です。
オープンしたばっかりなんで、今毎日がいっぱいいっぱいなんですけど、やっぱり近くに住んでる方とかがこう2回目、3回目って今この1ヶ月以内で来てくださってるので、それが嬉しくて毎日楽しく仕事させてもらっています。